タケルと達也のナイトルーティーン。午後8時帰宅。ただいま。タケルと達也は一緒に住み始めて約1年半、どんな夜を過ごしてんだろうか。お腹すいたな。おかえり。ただいま。おかえり。これが本来の姿なのだろうか。寝た。寝た。寝た。おかえり。お腹すいた。めっちゃ見てた。おはよう。今日どうする？あーやばい、マジでめっちゃ減った。寝てたわ。寝てた。浴衣いつもやっぱ癖そうよね。そう、結構ね、もう寝てほしい。浴衣の癖がいつもやってそうやな。夢は、ああ今日の武道館のライブ最高だったわ。こいつはいつからアーティストになったのだろうか。まあ見ていこう。盛り上がった。マジ？俺今日あれだった、外注工事やってた今日。この二人はもう格闘家ではないのか。そういう設定で見ていこう。ここからはタケルと達也のクッキングが始まります。得意な卵料理か。そう、いつも二人は卵を食べているようです。さあ今日は一体どんな卵を作るのでしょうか。まずは油を引いていきます。ちょっと美味しい卵買ってきたんで。あ、ここ 3.5 倍。ヨードラン光、うわ、ヨードラン光の卵を使って調理しましょう。止まったかな。そうする。あっつっ。達也の手で熱さを確認します。これは通常運転です。良い子は真似をしないようにしましょう。達也の頭で割っていきます。これも通常運転です。良い子は真似をしないようにしましょう。胡椒がやっぱ人は違う。胡椒もわさわさとかけていきます。こら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 。これは肘からフライパンへ、肘からフライパンへ流し込む肘トリュフという技です。プロにしかできない技です。すごいよね。はい、早速目玉焼きも出来上がりました。これがタケル特製の卵んちょ。卵んちょです。よっしゃ、できた。卵やったぜ。いただきます。うまそう。これね、うまいんだよこの卵がね。二人の肉体は卵でできている。はい、ありがとう。達也はいつも端くれをもらう。それが唯一の楽しみだ。タケルと一緒にご飯を食べれる、うん、幸せ、うん、と言っていました。うまいわ。君もあげる。今日はタケルの気分もいいのか、卵の黄色い部分ももらうことができた。達也はとても幸せそうだ、うん、あ、やばい。やっぱヨードランうまいね、うん、ヨードランいけるやっぱうまいわ。違うね、うん、まあ食べたし歯磨きしよう。うん、歯磨きしよう。歯磨きか、歯磨き。ご飯を食べた後はすぐに歯磨きをしましょう。いつもタケルが達也の歯磨きをしてあげます。電動歯ブラシを使って歯を磨いていきます。だがしかし、歯から顔へデッドアライブ。生きてると生きている。深夜2時、寝る前にいつも2人で語り合う。明日はどこなん、会場は。ライブ明日は国技館。あ、国技館なんだ。来週は？来週は札幌ドーム。札幌も行くんだ。全国ツアーみたいな。全国。あ、そうなんだ。タケルは明日の現場どこ？明日はあれ、あの上目黒。上目黒。上目黒の、うん、骨董品市場で。骨董品市場。うん、で、小銭披露しようと。小銭てか、あれ買ってきた今日。あれ買ってきてって言ったじゃん。サンラータン。サンラータンいや、そんな買ってきてないよ。いや、サンラータン買ってきて言ったじゃん。サンラータン買ってきてないよ。そんな言われてないし。いや、言ったし。俺なんか LINE でも84回言ったし。俺そんな言ってたら覚わかるよ。そんな言われてないし、誰も来てないし。サンラータって何か分かってるじゃん。チャーハンでしょ。もういいよ。ついにタケルの怒りも頂点へ。2人はこうやっていつも喧嘩をしているんだろうか。カルシウム取ってんのちゃんと。じゃあ毎日
マグネシウムじゃ取ってないよ。だからそんなでしょ。こら、やめなさい。カルシウム取んないとイライラするって何回も言ったでしょ。カメラ回ってるんです、やめてください。喧嘩はやめてください。あ、喧嘩やめてください。あ、ちょ、あ、やめ、やめ。チョコボールたけるバーサスミートボール達也。結局この戦いが始まった。チョコボールたける対ミートボール達也。さあ、チョコボールたけるが持ち上げる。おっと、持ち上げて、これは大ダメージか。おっと、ミートボール達也も返す。だがしかし二人がフラフラなっている。だがミートボール達也返す。さあ、今日は珍しくチョコボールたけるがやられていますね。おっと、チョコボの運動会。さあ、ミートボール達也、今日は調子がいいですね。だがしかし、何をやっている犬神家。さあ、チョコボールたけるが、おっと、これは口の中に何か入れている。これはかなり危険なものを口の中に入れているのか。さあ、ミートボール苦しそうだ。おっと、これは何をやっているんだ。この番組はまたカルシウム。さあ、チョコボールたけるが、たけるの、おっと、これは顔面から落ちた。わっと、これは何をやっている。掃除機でピーン、玉つぶし。これは危険だ。わお、これはかなりやばい。視聴者の皆さんに酔ったらすみません。さあ、これはチョコボールたけるがミートボール達也の足をほぐしていますね。さあ、これは、おっと、これミートボール達也復活してしまうんじゃないでしょうか。やっぱりね。さあ、これはゴーグルをつけているのか。さあ、何をやっているんだミートボール達也。チョコボールたける、これは危うし。さあ、チョコボールたけるが水の中を泳いでいる感覚か。さあ、そのままミートボール達也が持ち上げて、おっと、バックドロップ決まった。これはかなり大ダメージ。そしてミートボール達也、かなりこれは優勢だ。さあ、ここからどんな展開になっていくのか。決まった。チョコボールたけるの空気砲が決まりました。これはミートボール達也大ダメージだ。さあ、今度は逆にミートボール達也がゴーグルをつけられる。そしてここから、おっと、開けても見えちゃう。さすがミートボール達也。さあ、チョコボールたける、ここからどんな展開に持っていくのだろうか。やっぱり、おっと、何か言っています。そっと、チョコボールたけるが、これはミートボール達也の除菌をしている。うわっと、これは肘が入った。カウンターが、だがしかしチョコボールたけるがカウント入れる。おっと、カウント 2.9、 カウント 2.9。 これは放送事故の大連発。ぐっすり。ここで一旦 CM です。リラックス効果がある。僕が出している CBD オイルを、入れいきたいと思います。これは確かにぐっすり寝れる。僕も毎日使ってます。さあ、試合続行だ。さあ、ここからチョコボールたけるがミートボール達也の口の中に CBD オイルを入れていく。これはチョコボールたけるが頭を使ったか。これはミートボール達也、まさかこのまま眠りにつくのか。おっと、自ら布団に入る。これはチョコボールたけるの作戦だったのでしょうか。まんまとミートボール達也は引っかかる。さあ、このままカウントに入るか。決まりました。勝者チョコボールたける。見てけ、これが俺の強くない。次は京都 4.86、 見とけ。4.86 京都、楽しみですね。さあ、ミートボール達也、これはぐっすり眠っている。ベッドは自分たちの全生涯を包む。というのは、自分たちはベッドで生まれ生活し、そこで死ぬんです。ベッド、布団に感謝。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ありがとう。高評価もありがとう。今日もありがとう一日。明日も笑って一日。